どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリ、インボーク、最強降臨オール討伐クエストに、挑戦していきたいと思います。使っていくパーティーは、こちらですね。はい、オール短期でやろうかと思ったんですけど、ボックス見るとちょうどね、1体だけ、滝沢聖堂、CCG、捜査官がいたんで、レアですけども、使っていきたいと思います。いいでしょう、これ。オール前衛に置いて、まあ、過去の自分をね、バックに置いてるっていう、いきましょう。まあ、かなり熱い戦いになるんじゃないかと。お肉の味はどうかな。お肉の味はどうかな。いや、いけるかな。なんか相手のターン中にオールを前衛に出しておくと一発でやられそうな気もする。すげえな、この対面。いいか、とりあえず出血状態にしたいから、シフトは全部1ターン目で使う予定で。援護します。下がりなさい、滝沢君。よし、行け。あん、出国。オッケー。とりあえずたまるか、これたまるんじゃない。いや、微妙、たまんねえな。どうしようどうしようどうしよう。これどうしようかな。下げるか、後ろに下げた方がいいよな。下げよう。やめて、殺さないで。ああ、一発。一発ですか。やべえ、これマジで。あぶねえ。危なすぎ。とりあえず出血状態の敵に対してバフもかかってるし、これでスキルでどうにか飛んでくれ。まあブレイクしてまだ21回攻撃できるけど、うーん、厳しいか。これ飛ばなかったら結構きついんだけど。よし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 、なんとかいけたな。なかなかこれ熱い戦いじゃな熱い戦いだったんじゃないだろうか。いいね。ちょっと待ってくれ、捜査官滝沢がさ、ワンパンで飛んだのちょっと笑っちゃったんだけど。はい、ということでですね、今回は、滝沢コンビで、過去と現在の滝沢コンビでですね、最強降臨オール討伐クエストに挑戦しました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。